レッドカーペットこんなに似合う最高なバディはいらっしゃらないと思うんですけど、ありがとうございます。あのお互い撮影中にこちら最高のバディだなって思った瞬間っていうのはありましたでしょうか。それはあのいろんなシーンで僕はあのいろんなシーンで思います。あの例えば僕があのセリフが言いづらかったりすると、あの今日その朝はそれたちさん僕が言いますとか、そういうなんかあの必ずどっかでフォローしてくれる、そういうあの今日様いるから安心してこうタカを演じられるっていうのはあります。今回はね、あの、まあ、娘かもしれない、まあ、お話なんですけど、その娘の土屋太鳳さんと橋さんがちょっと話してるシーンがあるんですよ。今まで見たことのない橋さんの穏やかで温かくて優しい眼差し、いや惚れましたね僕は。いやいや本当にとても素敵でした。もちろん最後のラストシーンの橋さんのスパイクアクションも今までの中で僕は本当に最高のラストシーンだなと思います。なんか最初にその撮影で肩を合わせた時に第一印象をどのように感じたのかお聞きしたいんですけども、あの僕はね最初会った時に本当になんかあの今まで見たことがない変なお芝居するな、変な俳優さんだなと思って、それでなんかやりづらいなと思ってたんですけど、でもやっぱりね1ヶ月ぐらいしてね、それがね僕のね彼の、柴田恭兵に対する僕の嫉妬だったんですね。で彼みたいなお芝居をきっとどっかでしたいと思ってたんです。でも僕にはそんな力がなくて、それでそれを見ててなんか自分の中で距離感っていうか距離を保とうとしたか拒絶しようとしたのか、それがあったんですけれども、でも1ヶ月してそれでずっとやっていくと、実は僕はね彼みたいな芝居がしたかったんだって、その彼の芝居に対して嫉妬してたんだって気がついてからは、あのすごく一緒にこう芝居していくのが楽しくなりましたね。それはいつ頃ですか？それは。それはもう始めた時ですね。はい、始めて1ヶ月ぐらいですね。はい。柴田さんはいかがですか？僕はあのとても本番でアドリブ行ったりとか、でも舘さんがちょっとアドリブで戸惑ってる、それもね僕はとってもチャーミングだったんですよ。ただすごくなんだろうダンディーで、ただただこうカチッとしてるかっこよさだけじゃなくて、なんかちょっと戸惑ってるこうアドリブ返せない、それもとっても僕はチャーミングだと思ったから、舘さんやろうよやろうよって何度も誘う。でもその舘さんもでもタシさんの恋のどうかな、だんだんタシさんのアドリブを言ってくれるかな。でもどっかで最初にオープニングでテレビのオープニングでカメラに向かって2人でこうドーンと打つんですけど、あれね本当なかなかね合わせるの難しいんです。でも2回3回目ぐらいでもうぴったり合ったんです。もう僕はそれで全然タシさんとやっていけるっていうか、あもう息が絶対合うんだって僕は思ったので、それからですね楽しくてずっとやってこれました。三十数年最高のバディとして連れ添っていきました。お互いここは変わってないなと思うところがありましたら教えてください。いや全く変わってない、全部が変わってないですよ本当に全部が変わってない、うん、千葉さんはどうですか？もうずっとダンディです。いやいや、きっとね、生まれた時からダンディだった。本当に素敵です。わかりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。